皆さんこんにちは、相澤隼人です。今日の動画なんですけど、本日10月31日この動画を撮っております。先ほど未来モンスターという番組が放送されまして、今回5回目の出演ということで、ものすごくいい経験をさせていただきました。今日はせっかく5回目の出演をしたということもありますし、私がこう YouTube を始めたっていうこともありますので、今回この5回の出演を振り返る動画を撮ってみたいなと思いまして、この動画を回しております。ということで、動画の方を撮っていきたいんですけど、先日私も22歳になりまして、たくさんの方に祝っていただき、本当に嬉しい思いでいっぱいです。大会が終わってからこうすごいいろんな人にこう嬉しい言葉をいただいて、もう周りの環境へ感謝しなければいけないなというのは改めて実感しました。ということで、5回の出演を振り返っていきたいと思います。5回の出演の中で1回目が高校3年生ですね。で、その時の日本ジュニアの選手権と高校生の選手権で、その次2回目の放送が同年の世界ジュニアですね。ルーマニアで行われた世界ジュニアの初めての挑戦ということで、カメラが密着してくれました。3回目は大学に入学して1回目の大会、全日本学生選手権ということで、未来モンスターそのカメラが密着してくれました。で、4回目は2019年の日本選手権、ここでは9位だったんですけど、そこに密着していただいたという形ですね。で、今回ということで、今考えると5年間にわたり、5回平均すると1年に1回出てるようなペースにはなってくると思うんですけど、ボディービルという競技を世に浸透させるためには、このようなメディア露出っていうのが必要だと思うので、私自身そのメディア露出が少しずつできればいいなと思ってますので、嬉しい限りです。はい、ということで、1回目全国高校生ボディービル選手権と日本ジュニアボディービル選手権の振り返りということでですね。で、この時は初めてカメラが密着するということで、今までそういう経験がなく、この時初めてそのカメラが密着して一日中こうカメラが一緒にいるとか、トレーニングジムですごいカメラずっと回してもらうとか、そういう経験がありました。で、この時の高校生の時は柔道もずっとやってまして、減量幅もそんな大きくなく、73、4キロぐらいから68キロぐらいですね。そんなに5キロぐらいの減量で済んでという形になります。高校選手権と日本ジュニア選手権を同日で優勝させていただきました。これぐらいしかあんまり言うことがないですけど、カメラの密着ってこんななんだと思った時でしたね。密着期間は全部そうなんですけど、大体大会の1、2ヶ月前ぐらいからスケジュールを組んでという形で、1日まるまる密着する時もありますし、トレーニングだけ密着するっていうこともありますし、はたまたこの大学行ってる時とか高校行ってる時とか、そういう学生生活、私生活に密着することもあるという形で、30分の映像を作っている形になります。で、1年生の頃はそうですね、先ほど言った通り全国高校生ボディービル選手権と日本ジュニア同日開催でどちらも優勝させていただきまして、そこでこういいスタートが切れたかなということになりますね。で、そこから2回目の密着になったんですけど、それが同じ年の11月ぐらいですかね。で、そこでは世界選手権、世界ジュニアの方になるんですけど、ルーマニアに行って世界の人たちとこう同じステージに立つという初めての経験ができました。いや、すごい経験したなと同時に、未来モンスターすごいなというふうによくルーマニアまで来るなと思いました。ルーマニアのその世界選手権で一番大変だったっていうか、最初にこんなすごいのかと思ったのが、移動時間が長いんですよ。で、ドイツまでまず日本から12時間ぐらいかけて行って、で、そこからまた乗り継ぐんですけど、その乗り継ぐ時間が5時間ぐらいあるんですよね。その5時間ぐらいずっともう待機で、もう自分はその時ずっとお土産見てましたけどチョコレートを買い漁ってました、はい。で、そこから乗り継いでまた2、3時間飛行機で
でやっとルーマニアに着いて、でそこからオフィシャルのホテルに移動するんですけど、そのホテルがなんか満員だったらしくて、で他のホテルに行くってなって、なんかバスの中で結局 2,3 時間ぐらいまたたらい回しにされたっていうことで、移動に丸々24時間かかりました。いやまあこれはすごい疲れましたね。でまあその後のハプニング、初の世界選手権、まああのいろいろこう思うようにいかないよっていうのは、まあ、散々聞かされてたんですけど、まさかのまあ日程変更があるとも知らず、当日出る気満々で行ったら翌日になるという、まあ、これもいい経験だと思うんですよね。まあ、別に翌日になったところで今の多分心境だったらそんなに影響ないんですけど、その時ってやっぱ知識も何もないですし、その当日に向けて自分のスケジューリングを組んでるわけなので、やっぱその1日ずれるっていうのが結構きついんですよ。でそのきついんですけど、まあ、そのずれてしまったという、でそこで出た名言が、まあ、ポテチ 2,3 枚っていう名言出まして、まあ、あれは別にあのポテチを食べるってことが目的というよりかは、なんか塩分をちょっとこう取りたいなっていうので、あの、まあ、それぐらいでいいんじゃないかなっていうので、あのポテチ 2,3 枚という名言は出ました。まあ、結果は無事世界ジュニア選手権は5位という結果で、まあ、出た人数もそんなに多くなく10人ぐらいしか出てないんですよね。まあ、その中で初出場で、年齢も一番低くで体重も一番やっぱ低かったんですよね。75キロ以下級か75キロ超級しかないので、その中の以下級で自分 68.6 キロで確か計量通過してました。まあ、それでまあ70一番高い数 4.9 キロで通過してる方もいらっしゃるので、まあまあ高校生の割にはよくやったかなというふうにまあ思っております。はい、まあ、2回目の密着はそんな感じでしたね。まあ、いい思い出でした。お土産はもうお菓子しか買ってませんでした。その時は見たことのないようなお菓子がやっぱあるんですよ。でやっぱ海外行くと一つ面白いのって、そのコンビニとかスーパーとかの街の風景とかもそうですけど、まあ、やっぱ日本と全然違うんですよね。だからそこはやっぱすごいいいこう経験だなって思いますね。もうスーパー歩いてるだけ楽しいと か、 だから海外の人も逆に言えば日本来るとそういう風に感じるんじゃないかなと思うんですけど、まあいい経験ができましたということで、まあ、2回目こんな感じになります。で、まあ3回目の密着が大学1年生の頃ですね。初の全日本学生という大会、学生選手権ですね、という大会に出るということで、まあもともと学生選手権、あの自分の兄がずっと出てまして、自分中学校の頃からその学生選手権というものをずっと見てきたんですよね。でそのやっぱ学生選手権の憧れって言いますか、あの雰囲気で、今はやっぱコロナの時期なので声が全然出せないんですけど、学生選手権、声が出せる時の学生選手権はマジでやばいです。あの盛り上がりは多分日本選手権に匹敵するぐらいすごい盛り上がるんですよ。でそのやっぱ大会にずっとこう大会をずっと見てきたので、すごい憧れの舞台といいますか、まあ、そこに初挑戦ということでしてね、まあ、環境もガラッと変わり、柔道もやめ、まあ言ってしまえばボディービルがこう生活の中心になってきたかなということで、まあ、大学の授業とボディービルと、まあ、トレーニングですね。でそういうのを、いろいろと密着していただきました。まあ、結果はあの全日本学生で一応優勝することはできたんですけど、まあ、自分自身そこですごい課題に残ったのが、やっぱこう前年のオフシーズンの過ごし方があんま良くなかったので、絞りがあんま良くなかったんですよね。でその仕上がり具合っていうのがすごい、まあ、その時は課題になったなっていうのは今でも覚えてます。で全日本学生のちょうど当日も自分の誕生日で、なんか特別な一日になりました。まあそれで2019年の4回目の密着ということなんですけど、4回目の密着、日本選手権初挑戦ということで密着していただいて、まあ、日本選手権だけ、そのミライモンスターだけ見ると日本選手権しか出てないような感じなんですけど、このシーズン2019年ってすごい自分の中で今までないぐらい試合のシーズンが長かったんですよね。8月の末ぐらいに東京選手権出て、で10月の初めの方まで、まあ、約1ヶ月半ぐらいずっとこう減量期間続くということなんですけど、そこでやっぱボディービルのきつさっていうのはすごい実感したかなっていう感じでしたね。で東京選手権にすごいその年はかけてたので、ものすごいやっぱ東京に向けてスイッチが入ってて、まあ、減量もなんか仕上がらないとやっぱ話にならないっていうのがすごい自分の頭の中にあって、でとりあえずもう仕上げることを第一優先に、筋量はとにかく、まあ、捨ててとは言わないんですけど、
資金量をこう残すっていう感覚がそもそもなく、仕上げることしか頭になかったですね。でその時やっぱ東京で仕上がり具合は別に悪くはなかったかなと思うんですけど、出てでその後日本クラス別70キロ級で、そこでやっぱ体の厚みっていう部分すごい痛感して、まあ、関東学生全日本学生は優勝させていただいて、でそして日本選手権ということで、まあ、日本選手権に行くまでの道のりで4試合出てるんですよね。だ高校の時のメンタルがすごいきつかったです。だからその維持するのもそうですし、だその維持するのってとにかくあの試合のコンディションって言っちゃえば普通の状態じゃないんですよね。あのやっぱ大会出てる人ならみんなわかるかなと思うんですけど、普通に生活しててああならないんですよ普通は普通はああならないので、やっぱそれを1ヶ月保つっていうのは、まあ、自分のまあ正直力量もなかったんですけどおかしな話なんで、まあ大変でしたね。でそこの年は日本選手権、まあファイナリストになれたことがすごいやっぱ嬉しかったっていうのは今でも覚えてます。9位という結果だったんですけど、やっぱまず慣れたことっていうのがすごい嬉しくて、まあ、そこのシーズンをやっぱ経験したからこそ今回のシーズンはそのやっぱ金量を残そうっていうか、まあ、そういう風にはシフトチェンジできたかなっていう感じの密着でしたね。いやでもまあ嬉しかったですね。日本選手権、あの舞台ですからね。あの舞台の12に入るっていうのは、嬉しいですよね。でまあ最後、まあ、先ほど放送したミライモンスターの5回目ということで今回の日本選手権になります。でまあ放送の内容でもあった通り、ものすごいやっぱ精神的な部分の成長が今年は多かったです。まあもちろん体もそうなんですけど、コロナの時期で2020年大会がもう軒並み中止になってしまったので、そこでこういろんな世界が見えたと言いますか、ずっとやっぱ中学生から大会に出続けて大会に出ないシーズン年がなかったっていうか、でそれが初めて大学3年生の時にあったわけなんで、そこでやっぱいろんな方々と出会って、まあ、世界はやっぱ広いなと言いますか、ボディービルだけにこうのめり込むのは人生を豊かにする上でちょっとまあもったいないかなと言いますか、ボディービルをやりながら人生を豊かにするのはいいと思うんですけど、そのボディービルに飲まれてしまうっていうのはまた自分はちょっと違うかなっていうのを感じまして、なんで心の余裕を持った減量を今年はしっかりと取り組むことができましたっていうのが一番やっぱでかいかなと思います。でまあ番組内容にあった通り、あのオープニングの時にレゴブロック出てきたんですけど、まあ自分はあの小学生の頃からあまりこう言ってなかったんですけど、ああいうちょっと細かいのが好きなんで、そこはちょっと恥ずかしかったんですけど、はい、あんな感じですというのと、で、まあ、食事もあんな感じで、本当にあの、まあ、本当に時期によってその食事の量っていうのは変わってくるんですけど、まあ、最終的にはああいう感じの、まあ、鶏むね肉と、あとご飯、まあ、野菜ももちろん食べるんで、ちょっとあれはあの番組用といいますか、はい、であれプラス野菜を食べるって感じです。で言ってしまえばやっぱカロリーも本当に普通の多分一般男性よりも多く取ってるわけなので、心身ともにやっぱ健康的にあの減量することができて、ただやっぱ仕上がり面でいうともう 2,3 段階ぐらいはいけるとこだよねっていう部分なんですけど、まあ、今年はそこがすごい大きな収穫となった年となりました。まあ、こう考えてみると2017年から2021年までの5年間、長いようであっという間で、まあ、あのテレビの映像を見るとやはり自分自身こう成長を感じるなというふうに思います。まあ、そんな感じで5回目の、未来モンスターが無事終わりました。未来モンスター卒業だとは思ってたんですけど、なんかさっきツイッターでまだまだ追っかけますという文言を見つけてしまい、卒業なのかという感じですね。なんでそこはちょっとまだ未定ということで、まあ、来年世界ジュニアちょっと行けたら行きたいなというのは思ってますので、もしかしたらそこにも入ってくるかもしれないので、ちょっとそこら辺は私もまだわからないので皆さんお楽しみにしていてください。で本当にあの見てくださった方々でリアルタイムでメッセージをくれた、まあ、皆さんすごいやっぱ嬉しいです。普通にやっぱそういうメディアを通して、で特にやっぱボディービルを知らない人からもこうメッセージを受け取るってことが、まあ、少しずつやっぱ増えてきてるんですよね。でやっぱこう JBBF のボディービル競技ボディービルっていうのを自分も普及させていきたいですし、楽しんだよっていうのを皆さんに伝えていきたいですし、まあ、そういう活動に少しでもこう力が
力を貸すことができればいいかなと思ってます。未来モンスター見てくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、制作会社のディコンプレックス様も本当にありがとうございます。まあ、いろんな企業の皆様が協力して一つの番組というのは成り立つわけなんで、まあ、これも私の密着ではあったんですけど、本当にいろんな皆様が関わってできた一つの30分の番組ということで、すごい嬉しい思いでいっぱいです。ということで、まあ今日の動画はこんな感じで、まあ、グダグダ語ってしまった動画になってしまったんですけど、本当に応援してくださる皆様のメッセージ本当に嬉しいので、これからも応援してくださると嬉しいです。これから先も、まあ、ちょいちょい動画をしっかり上げていこうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録と高評価をしておいていただけると私はすごい嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。